本日ご紹介するのはこちらの充電ケーブルです。このケーブルはこのように iPhone 4、4S や iPad 第2、第3世代とマイクロ USB で充電するスマートフォン、Android スマートフォンなどにも使えます。さらにこのケーブルの最大の特徴はここのボタンなんですけど、このボタンを押すとこのようにですね、 LED ライトがついていて、このように光らせることができます。今部屋を暗くしてみました。この状態で、給電装置につないだ状態でライトが点灯するんですが、ライトがついていることで暗い場所でも iPhone の充電口が見つけやすくなります。スマートフォンを充電するときは1日の終わりにこう寝る前にですね、部屋を暗くしてこうさあ充電しようかなという感じで充電する方が多いと思います。暗い場所でもライトをつけることで充電口が見つけやすくなります。さらにこのケーブルは結構太くできていて、断線しにくく丈夫にできています。また 2.1 アンペアの急速充電にも対応している高品質なケーブルです。スマートフォンを充電するときは寝る前に充電するという方や、あとマイクロ USB にも対応しているので、電話は iPhone で、タブレットは Android を使っているという方にもおすすめです。気になる方はぜひチェックしてみてください。マグネットがね、カチッて止まる感じがね、これいいね。なんか難しくないし、すごいいい、はい、で、もう一点ね、私がね、いいなと思ったのが非常に軽いです。